はい、ということで今日は朝からいつもアンドラでお世話になっているカルロス・ベローナ選手と、まあ、3時間ほどライドして、夕方ナルシマフレンド、こちらもいつもお世話になっているナルシマフレンドさんでインソールを作ってもらいました。1年間、まあ、2つインソール同じものを回してたんですけど、だいぶへたってきたということで、冬のトレーニングに向けて新しいものを作っていただきました。まあ、今からドクターペッパーでも飲みながら動画を締めくくろうかなということで動画を回します。ぜひ皆さん自転車で、東京都にお住まいの方で自転車のロードバイクに関して何かお困りのことがあったら、ぜひナルシマフレンドさんまで来てみてください。ちょうどここにお取り扱いブランドが一覧が貼ってある。まあ、ということで本日も動画の方をご視聴いただきありがとうございました。昨日斉田さんとの対談を収録したので、まあ、ちょっと3時間弱容量でいうと 90GB ぐらいの容量になってしまったので、いつアップできるかわからないですが、お楽しみに。それでは皆さんありがとうございました。